はい、整体院5行の山本です。今回は左足に体重をかけた時に左のお尻が痛くなる時の改善方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで見てください。はい、では早速やっていきたいと思います。体重を左に乗せた時に左のお尻が痛くなる時の改善方法として、今日は小殿筋という筋肉をほぐしていきます。この小殿筋の場所の確認ですが、まず骨盤の前のこの出っ張りを見つけてください。この出っ張りが見つかりましたら、この出っ張りのですね、真後ろですね、真後ろ、ここをこのようにグリグリとするとコリコリとした筋肉があると思います。そこが小殿筋になります。で、ここをですね、親指でこのようにグッと押してみてください。そうすると痛いと思います。もしこれが痛くなければ、指をちょっと上にやったり下にやったり左右に動かしながら押してみてください。そして一番痛いところを見つけてください。一番痛いところが見つかりましたら、そこを痛気持ちいいくらいで調節していただきたいんですが、ここを押すときにですね、右足に重心をかけてしまうとお尻が硬くなってしまって、押してもどこが痛いのか分かりづらくなりますので、押すときはですね、このように左足に重心をかけながら押してください。でもあなたは左足に重心をかけると左のお尻が痛くなると思いますので、そんな時はこのような椅子やあとはテーブルなどでもいいんですが、このように自分の体を支えやすい高さの椅子やテーブルを見つけて、あなたの左足に重心がかかりすぎないようにサポートしてあげてください。そうしながら右足は力を抜きます。こんな感じですね。こんな感じで完全に力を抜いておきます。この状態でさっき見つけた押すと痛いところをですね、痛気持ちいいくらいで押したまま、このまま深呼吸をしながら30秒キープします。それではやっていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、 OK です。あなたがもしこの体勢でも左足に体重がかかりすぎていて左のお尻が痛いということであれば、もっとですね、自分の体をサポートするものにもっと近づいて、このような形で右足の力を抜いて小殿筋を押しながらですね、深呼吸をしながら30秒間キープしてください。そしてこのエクササイズが終わりましたら、サポートなしでもう一度左足に体重をかけてみて、左のお尻の痛さが軽くなっているかどうかチェックしてみてください。今日は左側のお尻が痛い場合のエクササイズをしましたが、もしあなたがですね、右足に体重をかけた時に右のお尻が痛いという場合は、反対側の小殿筋をほぐしていってください。今日やったエクササイズを1日に3セット、朝昼晩、これを2週間やって様子を見てください。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。